そうね。おお。何それ。探偵物語。おお。イエーイ。ええー。いろいろ作ってるんだ。作ったの？これ買ったの昔。ああ、そうなの。うん。バッチもそうっすね。作ってましたね、そういえばね。そうなんだ。この休み中に。作ってもらったらね、もうちょっとドーンってやりてえな、ね。うん。難しいね、なかなかね、こう、一つの場所集まれないっていう、なかなか難しいね。そう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 。なんか、ひとみさん寝そうなんだけど大丈夫？いや、そんなことはないよ、別に。あ、そう。寝てないよ。あ、また。寄りかかった状態で下げりゃいいんだよ。バカだね、私もね。下げすぎやん。キクサーのディレクター。あ、ほんとだ。で、ちょっと横にこうなったりした。こういう感じ。そうなのか。映画の人。映画の人なのか。ああ。いやー。SF の対策取ってそうだもんね。SF の対策取ってそう。うん、でも、途中で、特撮の話が来て何年も止まっちゃって、それでもう一回戻って仕上げなきゃいけない人みたいなね。もう新ウルトラマンの話も来ちゃって大変とかそういう感じの。なんかやったら逆にもうこうなったら。こうなったら映画とか撮ったら。すごいね、それも。三浦海岸物語でしょ。見ない。それ怪獣出てこないからダメなんじゃないの。いやー、ほんとこの日々がどうなりますやらね。うん、あ、そういえばそうだ、そのさっきのねバッジを作ってたっていう、グッドタイムズチューブグッズをこのタイミングだから販売を始めるっていうのも、もうこのタイミングで売れるかな。どうなんでしょう。みんなそれだったらライブハウスのグッズを買ってあげてって感じかな。そうなのよ。うちのんよか、ライブハウスのグッズ買ってあげてよ。ライブの。こんな感じですか。ね。イエーイ。そういえばね、沼澤さんも、我々が世話になっておりますが、沼澤隆さんも一気に、とにかくライブ全然やらなくなっちゃったから、家でいろいろやってるんでしょうね。いろんな写真が発掘されてますね。飲みに行きたいとか。面白い。写真ね。グッドチュー。かわいいね。今日持ってない。ああ、今日持ってないのよ。持ってないのよ。いつも帽子につけてるんだけど、今日はその帽子じゃないのをかぶってきちゃった。難しいね。うん。は、やはり。はね。うん。ね。そうそう、ズームといえば、ELO でね、ズームっていうアルバムがありましてね。そんなん持ってんの？でもこれ緑色か。緑色だからまずいかもしれない。ELO のこのズームっていうのはね、いいアルバムなんだ。はい、まあ、ぜひお探しください。中古では安いですから、ぜひ買ってあげてください。再結成アルバム。手洗ってるアルバムとか持ってくるのかと思ってたのに。あれですよ。あとね、その、画面分割のレコードジャケットネタとかを。クイーンとかね。話すかなっていうような。ビートルズとかね。そうそう、レッド・イット・ビー。レッド・イット・ビーがね、今年50年ですからね。まあ、大騒ぎですよ。ビートルズ近辺は。で、今、新たな編集でレッド・イット・ビーが、もう多分仕上がったか、そのぐらいで、今年の後半に劇場公開、でも本当されるのかな、いつなるんだろうな。でも、とにかくそれが、レッド・イット・ビーって、もうとにかく、4人が仲悪くて、当時の映画も、ひどいシーンしかないっていう映画で、見てて辛くなる映画なんだけど、
そんなことはなかった、最後まで仲良かったんだっていうことが分かる映画だっていう触れ込みなの、今ね。また嘘ついて。じゃあなんでそんなに仲悪いシーンだけで最初映画作ったんだよ、あれっていうことになっちゃうの。そう、仲いいフリが演技だろっていう。いやでもね、あの、やめようっていうふうに3人は思ってたからね、4人中ね。あ、見えない。そう、ね、なんか乗ったね、白いのが、うん。だからそうなっちゃったんだよね。そう。じゃあ、鹿でも乗せとくかね。何それ。バンビ。うまいこと乗るな、意外と。で、なぜか同じように乗っけられる帽子をかぶってる加藤さんはなぜかうなだれちゃって。俺ね、加藤ちゃんのは乗らないんだよ、私のすっごい硬いからさ、これ。あー、硬さが違うのね。あの、なんだっけ、イギリスのボーラーハットっていうやつで、ヴィンテージなんですよ、これ。なんか高かったの。で、旦那がね、買ったんだけど、自分が被りたいからって言って、うん、サイズをちゃんと調べて買ったのに、うん、入んなくってさ。なんでだ。いやー、なんか規格がちょっとあの日本とやっぱ違ったみたいで。あー、 SLM その辺が違ったってことか。そう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 。なるほど。で、結局私にくれる羽目になって。いいね。そう、ぴったりだったのよ、こっちが。なんか帰ってきたらさ、頭のさ、この途中ぐらいまで入ってさ、すごい悲しそうな顔で座ってんの、家に。え、帽子来たんやって言ったら、入らへんねん。だろうね。女性ものだったんじゃないの、もし。そういうことじゃないんだ。いや、違う、これ男性しか被らないから。ああ、そうなんだ。うん、そうそう、ズームといえばね、あの、うん、ザ・ナックの再結成アルバムがズームっていうんだよね。ズレドラムがあのテリボジオなんだ。ということは、その娘さんはっていう話になりますな。どうしてももうそっち持っていくつもりだな。そっちに話は行くっていう。もう人見さんがね、ちゃんと理解してくれて俺は嬉しいんですよ。ちゃんと理解してくれ。びっくりした、もう何言い出すのかなと思った。あ、見してるよ。エリーボジオの娘さんですよ。娘さんですよ。携帯の待ち受けにしようかな、俺。すごいな、そう。また下品です、リスペクトのかけらもないとか書かれちゃう。書かれちゃう。もう何としても会いたい。何としても会いたい。え、でも会えんじゃないの、国内だし。まあ、まあほんとね。会うなら、ほんと、この時期だよね。コンサートが始まり出す前で、あの、解除されていろいろ行ったり来たりはできるけど、まだライブのブッキングは決まってないっていう、わずかなタイミングを狙うしかないよね。うん、誰も、誰でも。お、お、あ、いいね。いいよね。あ、いいですよね。はい。分かったよ、もう。もう分かったよ。いや、なかなかね。そうですね。その通りだと思いますよ。今、疲れてますバッジを見せてるんですけど。疲れてますバッジね。もう。いや、どうやってこれさ、なんか話もこう収束させようかなっていうところ。今回の収録、これはこのままお試しで終わってしまうのか。それはうまく編集して採用できるのか。いや、なんかもうこのグダグダ感でとりあえず一発やってみるしかないよね。なんかね、なんかズーム我々試してみました、しかしこんなことで。ズームを試してみましたかいだよね。そう、あとなんだっけ、エフェクターでズームっていうのがあるんだって。ね、日本のメーカーでございますよね。ね、だからそれをあの例の、そう、ここにコメントくださる作山和彦さんがね、
なんか、ズーム飲み会っていうのをみんなやってるみたいなんですけど、なかなか来ませんね、とか言って、ズームのエフェクターの写真を Facebook で上げててね、そういう人でした。悪山さん、面白いね。面白い。面白い。音楽の話してないよ。音楽の話してないですね。イエスがいかに、あの、この時期にいいかっていう話を。盛り上がってないイエス、初めてよ。だったよ俺盛り上がんねえよだって名前がつかめねえんだよ2人のそうなのよなんかね絵が喋りが遅れてくるからなんかねやっぱりちょっとね、うん、タイムラグがほんのちょっとあるんだよな、うん、あのさ声が聞こえにくいからさもうおじいちゃんおばあちゃんのさはぁみたいな状態になるあんだってみたいな感じだよねあんだってって言ってあんだってだよねいいもう追悼だね追悼ですよ、本当に追悼